評価して、満足のいく学生生活を送ってもらうためにこれからについて一緒に面談の中でお話をさせていただくということでございます。それでは本学が求める、どういう学生を求めるかということでございます。3点ございます。教育内容に興味関心を持ち、目標に向かって意欲的に行動する、自分を積極的に表現したい、こういったいわゆる自立した人間になろうという方、これが本学の栄養入学で求める人物像でございます。実際に栄養入学というのはどのような流れで進んでいくのかをちょっとご説明させていただきます。最初にエントリーがございます。エントリーというのは、お手元に栄養入学ガイドがあるかと思います。エントリーカードというのも一緒に入っております。こちらのカードを作成していただいて、本学の方に送っていただく、これがエントリーということになります。その後面談を行います。50分間の面談を行います。後ほど模擬面談を行いますので、その様子は、雰囲気等を味わっていただけるかと思います。面談の後大体2週間から3週間で結果を通知することになります。その結果は出願してくださいという結果か、あるいは今回は残念ながら出願できませんという2種類になります。そこで出願可能というような通知が来た場合には、出願、そして選考、で合格通知、入学手続き、そして入学までの間の準備としまして、入学前研修、入学前の課題というものがございます。この出願の段階でございますが、ここで出願資格には評定平均値というものは問いません。評定平均値というものを問うということがございませんので、ご確認ください。これは出願から合格発表までの日程ですが、ちなみに1期8月から面談できますので、8月9月までに面談を終了した場合は、出願期間が11月1日から5日、その後合格発表が11月15日、11月の段階ですでに、進路が確定すると。その後、先ほど言いました入学前研修、あるいは入学前の課題ということになります。この、面談でございますが、地方会場でも面談を受けることができます。本学だけではなくて地方の会場でも面談を受けることができます。50分間で面談を行うわけですが、この50分間の中では4つの点についてぜひアピールしていただきたいと思います。1つは自分自身について、そして高校での活動について、大学について、将来について、この4つについて積極的にアピールをお願いしたいと思います。特に自分自身については自分の長所、あるいはセールスポイント、こういったものを積極的にアピールしていただきたいと思います。高校での活動については、高校での学習にどのように取り組んできたのか、あるいは学習以外の活動、部活動等ですね、また高校時代に学外での活動というのもあると思います。こういったことで積極的にアピールをしていただきたいと思います。さらに大学について、将来についてでは、この中で特にアドミッションポリシーを踏まえ、アドミッションポリシー、入学者受け入れ方針といいますが、これを踏まえ学科の志望理由を具体的に述べる、この辺が非常に重要になると思います。栄養入学ガイドも3ページ4ページにはこの各学科のアドミッションポリシーというのがございます。ぜひこちらの方をですね、十分理解した上で志望動機と含めてですね、アピールしていただきたいというふうに思います。ここまでで栄養入学のところをポイントをちょっとまとめますと、自分をしっかり見つめる、自分どこが自分の長所なのか、自分のセールスポイントなのか、このように自分を見つめるということがまず大事です。そして2つ目、
大学、短大をしっかり研究しようと思っています。皆さん、このオープンキャンパスに来ていただいておりますが、ここでですね、大学のこと、あるいは各学科のこと、自分が志望している部分についてですね、不明な点のないようにぜひご確認をいただきたいというふうに思います。で最後は AO でございますので、やる気、これをぜひ表現していただきたいと思います。